どこにいても絵になる人だ。ちょっと可愛いんだけど。え？ここに乗って毎回移動してます。吉田さん特等席です。写してほしくなったので写してあげてください。分かりました。近いです。何よりも朝も昼も夜もバナナを食べるそうです。いつも食べてますっていうプチ情報。毎日バナナを食べたらつなゆりになれます。誰もなりたくないです。この2人は面白くないので、はい、次行ってもらっていいですか。いやそんなわけにはいかないです。思んないよね。こちらカメラ向けられたら熱だ。全然こっち見てくれない。最初からやって今の嬉しい。何すごいこと言ってた。ごめんなさい、すいません。カメラそんな風にやってたよ。一人だけ撮ってない。待ってた。待ってなかった。待ってました。待ってたよね。絶対いっぱい食べる日だもんね。私に感化されてます。荒れてるな。そんなに行き過ぎて嫌だ。このお風呂の歌しか弾けない。逆側で弾くの？弾けんの？ピアノ。どうぞ。チョン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 。そう。よくそれで分からない。え、あれ見て。チョンチョンチョン。チョン。チョンチョン。うん。チョンチョンとも。あ、あ。大炎上しちゃう。ええ。あれ。嘘。投げ入れ楽しみです。私はピンクと緑にしました。これは説明するみたいな。私の卒業しちゃいましたけど乃木坂46の紙面の北野日向子ちゃんのサイリウムカラーです。はい、拍手。何も知らずに被りました。はい、次だっけ。バイオレットとホワイトは私の推しメンの桜坂46の藤原しおりちゃんのサイリウムカラーです。はい、はい、次どういう青というのは私の推しメンの桜坂小林さんのサイリウムカラーです。私たちは推しのカラーを投げさせていただきます。
これダブルリーグからダブルリーグからえ何ですかこれは開けていいんですかどうぞおーえやばなんだっけファイヤーくんだっけファイヤーちゃんです惜しい惜しい顔え色ついてるもっと顔ってことそうじゃないもしかしたらアースさんの顔とか入ってんじゃないなんで分かってるする同じ顔してるマジで可愛いファミリーラインに置くとくわ私のどら焼きあるらしいよ、はい、大事にいただいてくださいはい、ありがとうございますありがとうございましたー宮下紀穂選手おめでとうございますありがとうございますやばいあすごいレッドウェブ10番町田瑠衣ですこの度オンファイア賞を受賞させていただきました現地でもオンラインでもたくさんの応援をありがとうございました次のリーグ戦は12月10日11日北海道旭川にて行われる日立ハイテク戦です皆さんの応援やファイアがいつも力になっていますのでこれからも応援よろしくお願いしますドリームチームズドリームチームズは W リーグ公認のファンタジースポーツアプリ選手の活躍を予想オリジナルチームの作成をして最大10万円分の豪華景品をゲット完全無料で遊べるドリームチームズで検索